宝立七夕霧子祭りは、石川県鈴市法流町うか地区で8月7日に行われる霧子を用いた祭り。2015年4月24日、明かり舞う半島のと熱狂の霧子祭りの構成文化財として日本遺産に認定される。道在は、高さ約14メートル、重さ約2トンもの大型の霧子を各地区で組み立て、運行。人口減少に伴い、 周辺地域が担ぐキリコからタイヤをつけて引くキリコにしている中、大型キリコを担ぐスタイルを取り続けている。また、祭り開催日もど、人に移す傾向もあるが、七夕との立場から8月7日の開催を変更していない。祭り終盤はキリコが海に入り、設置した松明の周りを回り、バックでは花火が打ち上げられる。なお、同祭では、 孫祭りと呼ばれれる教王は取り行われないかつては、大切子が7本、子供切子は4本の11本だったが、春日の地区の統合により、当時最大級の切子を地元工務店に依頼し新調した。現在は、中の釜と呼ばれている。従って、大切子は6本となり、現在に至る。子供切子は少子化の影響などで次第に減り、現在は1本になった。 それまでのキリコは、柳田地区などの中古を購入し使用していたが、カミソや中の釜に続いて、黒峰地区も新重、伊藤三つけ朝日、下組山抜地区の順に新重した。同時にすべてが以前より巨大化されている。現存の宝立七夕で一番大きいキリコは三つけ朝日地区である。特徴として挙げられるものは、 屋根下の四隅に吊るされた七夕飾りの吹き流しに四本柱には、大笹を飾り、白木の切子などである。この祭りは、チョン、ガリ祭りや、砂鳥祭りの三祭りで、鈴祭りの一環として行われる。よって、観光祭りの位置づけとなる。道祭は、雨天であっても、切子の運行は、原則取り行う。また、波やうねりも運行に支障がなければ、海中乱舞も、 原則行うこととなっている。ただし、海中乱舞の際、同時に行われる花火は安全性から、翌週の14日に改めて、花火大会として行うことになっている。2009年の同祭は雨天であったが、海中乱舞の際は、晴れ、海で、キリコが舞う姿と花火が同時に見ることができた。近年の少子化及び、過疎化によっての担ぎ手現象に伴い、 観光客の祭り参加も可能である。各地区の世話役に問い合わせれば、祭りで着用する、発費の貸し出しをしてくれる。また、これまで参加は男性のみとされてきたが、近年は女性の担ぎ手も認められ少なからずいる。なお、片当て、旅、さらしは各自持参となっている。ありがとうございます。